なでしこジャパン大竹亜美選手フットプロム体験動画、続いては彼女の得意なフェイントをお見せいただきたいと思います。皆さんもぜひ彼女のプレーを盗んで実際に試合でチャレンジしてみてくださいね。それではどうぞ。去年までは普通の、ね、女子大生で、はい、でも今ではヨーロッパのチャンピオンということで、はい、この1年でだいぶ生活も変わったと思うんですけども、はい、なんか1年振り返ってみていかがですか？もう本当180度変わったっていうか、うん、その大学時代は、まあ、夕方まで授業行って、はい、その後夜練習するっていうサイクルが続いてたんですけど、まあ、急に10時から練習をして、はい、で2時間ぐらいやって、あとはフリーっていう、なんか生活リズムもガラッと変わって。じゃあ午後何するんですか？午後は、うん、勉強してます、フランス語の。あ、そうですよね、はい、フランス語の勉強しながらとか、まあ、あと、うん、まあ、リラックスするために YouTube とか見たり、うんうん、とかたまにスカイプで話したりとかはしますけど。あー、はい、なるほど、そうですよね。ヨーロッパ、はい、そうです、フランスとの生活の違いみたいなのもやっぱ大変だったりしますか？あ、でもそれは思ってたよりは全然うまくいってるっていうか。あ、本当ですか？はい、フランスの生活、はい、楽しんでます。あ、楽しめてますか？はい、ご飯とかはどうしてるんですか？ご飯はクラブで出るんで、うんうんうん、それを食べたり、あとはたまに日本食が食べたくなったら自分で自炊したりして、はい、じゃあやっぱフランス料理が出るんですか？はい、そうですね。おお、すごい。フランス料理っていうか、はい、まあ、そんな感じです。なんか毎日食べてたらやっぱちょっと体調がこう心配になったりしませんか？体のこととかは。そういうのは気を使ってくださってるんですかね？なんか体調っていうよりはやっぱカロリーが高いんで、うん、日本食に比べるとチーズとか、そうですよね、やっぱ油ものとかも普通に出てくるんで、うん、そういう意味では結構自分で気をつけないと体重とかも増えちゃうし、はい、じゃあそういうところをコントロールしながら、はい、そうですね。日本でのサッカーとヨーロッパでのサッカーって違う部分あると思うんですけど、はい、一番ここが違うなって感じるところってどういうところですか？うん、日本のチームがそのチームの、そのチームワークとか、うんうん、まあ、そういう、まあ、の求めるのに対して、ヨーロッパは より個人のスキルを求められるというか、その自分一人で何ができるかっていうのをすごい求められて、だからそういう意味ではこのフットプロムとかも、なんかフットプロムはもう完全個人戦ですからね。はい、そうですね、はい、うん、なんでそういう1対1の強さとかそういうのがすごい重視されるんで、はい、そこが一番の違いだと思います。そうなんですね、はい、今年になってなでしこジャパンにも選出ということで、はい、おめでとうございます。初めて日本代表として先日のスウェーデン戦に出場されたんですけども、はい、その時の感想を聞かせていただければと思います。はい、
まあ、やっぱりもうできてるチームに入っていくっていうのがちょっと大変だったんですけど、うん、はい、でも試合の時はもうみんな声かけてくれてすごいやりやすかったし、うん、あ、そうです、はい、チームワークはいいんですね。そうですね、はい、で緊張してたんですけど、はい、それでもなんかそんなすごい良かったわけじゃないですけど、まあ、ある程度のプレーができたのはやっぱ周りのフォローがあったからだなっていうのは思うし、うん、はい、すごいいいプレーしたら褒めてくれるし、はい、楽しんでお互いを高め合って、はい、そうですね、いいチームになっているということで、はいはい、じゃあそれでは最後に、はい、ロンドンオリンピックに向けて7月2日に代表選手が発表されるということなんですけど、ズバリ今のお気持ちは？は正直もう全然その18人に選ばれるか、うん、そのサポートメンバーの4人に選ばれるか、そこにも選ばれないかっていうのも全然予想がつかないんですけど、うん、まあ、でもあのスウェーデン遠征やりきったし、うん、はい、もしどんな結果が出ても普通にその与えられたことを頑張るだけで、うん、はい、すごい表情すっきりしてますね。はい、そうですね、うんうん、はい、ということでお話をお伺いしていきました。ありがとうございました。ありがとうございました。本当さっきからすごくいい匂いがするんで本当ですか？なんかあのプレイをしてるところと、はい、やっぱこう普段のこの笑顔の可愛い感じとのギャップがすごい素敵だなって思います。ありがとうございます、はい